宮下知事が重点施策に掲げる子ども未来県民会議についてです。会議のメンバー10人が決まり、10日に1回目の会議を青森市で開くことになりました。宮下知事は今日の定例会見で、会議のメンバー10人のうち7人が公募で決まったと明らかにしました。残る3人は教育、医療、男女共同参画の関係者だということです。メンバーは30代が中心で、全員が女性です。子どものいる人、いない人、既婚者や独身者、不妊治療の経験がある人など、さまざまな立場から参加するということです。女性の意見というものをですね、上手に政策に反映する仕組み、仕掛けというものが、特にこの場面では必要なんだろうということで、県民の皆様の力と県民の皆様を信じて、この会議をスタートしていきたいというふうに考えています。非常に私自身は期待をしています。一方、宮下知事が重視している県民との対話集会については、今日から参加団体の募集を始めると発表しました。募集期間は8日までで、実施期間は来月21日から12月23日までとしています。